ございます。本日は2021年11月19日金曜日、奈良県道の駅三杉でございます。今こんな感じ。いやー寒い。多分気温今一桁ぐらいで、すごい寒いですね。本日なんですけども、今日は、ここから三重県の方に入って、伊勢神宮おかげ横丁に行って、その後四日市市まで移動して四日市の夜景を見に行きたいと思います。本日もやっていきましょう。では行こう。はい、ということでですね、伊勢神宮にやってきたわけなんですけども、内宮と外宮の2つがあって、内宮の方には天照大神が祀られているそうです。一般的には外宮に行ってから内宮に行くのが良いということなので、とりあえずね、外宮に来てみました。さあ、ここのね、橋を渡って伊勢神宮外宮の表参道に行ってみたいと思います。平日なんですけど結構人が多いですね。参拝客がたくさん来ております。外宮の表参道はすごい静かで、しんとなんか冷え切ったような感じがして良い雰囲気ですね。ちょっとじゃあ写真は撮れないんですけども見ていきたいと思います。はい、ということでですね、外区から5キロほど離れている内区にやってきました。こっちがね、天照大神が祀られている、まあメインの方らしいですね。しかしめっちゃ混んでるね、人。めっちゃ綺麗。三重はちょうど今頃が紅葉が綺麗な時期らしいですね。北海道は10月くらいに紅葉終わっちゃうから、関西とか本州の紅葉の時期がすごい遅く感じる。なんかさっき言った外区は結構日陰が多くて寒かったんですけど、なんか内区の方めっちゃ暖かくて日の光がたくさん入ってますね。めちゃめちゃ人がいますね。この先がね、内区の中心部らしいんだよね。なんかでもやっぱり例によって例のごとく撮影はできないらしいので、ね、ちょっとカメラを置いて見ていこうかなと思います。おかげ横丁、これより先おかげ横丁到着しました。めっちゃうまそう。うわうわうわ、めっちゃこの雰囲気好きだわ。うわー、やばいやばいやばい、見てくださいこれ。うわー、でっけえ伊勢海老がいる。うわ、お面めっちゃいいなこれ欲しいわこれ。すっげえでっけえ招き猫いる。おー、すごい、猫のお土産屋さんが。いや、やばいな、おかげ横丁めっちゃ楽しいんだけど、なんかさ、江戸時代のちょっと昔ながらの街並みが残ってるんだけど、
なんかね、若干ね、その西洋文化というかオランダとかね、海外の文化が入り始めているような明治初期、江戸後期ぐらいの雰囲気があるんですよ。楽しいわ。はい、ということでですね、伊勢神宮とおかげ横丁でございました。ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。ではまた、じゃあねー。